お待たせいたしました。フォーカス M 実況の桜川姫子です。そして本日の解説には阿久津翔太プロにお越しいただきました。阿久津プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。フォーカス M 68回戦、同杯の開始です。よろしくお願いします。なお、ルールは一発裏ドラ、赤ドラありの M リーグルール80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。68回戦、並びはちーちゃからダンプ、こちらがダンプの手配です。なんちゃに中田、しゃーちゃに勝又、ぺーちゃに瀬戸熊という並びで68回戦がスタートいたしました。当一局ドラはウーマン、親のダンプ手形良かったですね。そうですね、先制リーチが狙えそう。はい、こちらは赤ウーマンがあるのは勝又です。はい、勝又さんもやっぱ打点がこれで赤番引いたことであるんで攻めていきたいところですね。はい、さあこれで3面詰めが完成。ちょっとジャント問題難しそうですか。そうですね、ウーピン引いた時にドラ短期リーチいくかどうかですね。大事なのは阿久津さんどうするんですか。僕はリーチしそうですね、ドラ短期で。はい、これリャンピン引いたらどうするかですよね。ウーマンとかチーマンから引いてしまえば、そうですね、6番引いた時はダンプさんはリーチしないですね。短期にしますか、それとも9万とか。あ、一旦数ピン切って短期にはするんですけど、はい、もちろんリーチという選択も結構あるんですけど、やっぱ一通の変化とかもありますし、ちょっといい街探そうってしそうですね。なるほど、まあ順目にもよります。イーシャンテン、イーシャンテン瀬戸熊もツモが伸びてきました。これはつもぎり対つもぎらない。ここはチーマン切りとしました。まあこうしておけば数ワン引いてもウーワン引いてもドラを使ったりアウピーリーチが打てると。なるほど。そっちを優先しましたね。ローワン切れば目いっぱい。E ピンは切ってるから一数ピンとかは別にあんま関係なく単純な受け入れと。はい。中田も67回戦はね、なかなか苦しい戦いでしたから。そうですね、巻き返していきたい。勝又さんはこれもなんもチーテンチーテンじゃない、チーしていいシャンテン全部取りますね。タンヤオドラさん明確に見えてます。赤ドラです。できればねピンズ二度受けの方から泣きたいですよね。テンパイだけど関数層はやみてん。はい、1、2、3ありますね。どうしましょう。1、2、3か。いやでもそうですね、悩ましいですね。1、2、3になって順ちゃんまでつけば高いし、はい、E1 切り結局必須1が薄いから、まあ数1引いた時に一瞬テンパイ逃すけどすぐにテンパイ仕返しそうだしってことで E1 切りましたね。まあこうしておけばね、あの数ピン引きとかでもの関連ピンとかでも打点十分になるしということで、この手ですね。はい、ウーワン引きどうするかですね。あとはリャンピーリーチが普通だけどありますね。あの瀬戸熊さん E ピン早くて中田さんリャンピン切ってて、勝又さん以外はリャンピン切る可能性まあまああるかなっていう。ただ瀬戸熊さん統一か、そうなるとこれ嬉しい。リャンピン闇点、あ、瀬戸熊さんが今ウーピン切った、切ったところだからか。はい、打点5800でリーチはしたいんですけど、はい、闇点にした時の上がり率が非常に高い。なるほど、インフドラドラのテンパを入れたのはこちらダンプです。これは冷静、リーチするとね逆に親利ということでかなり降りられちゃう。ここでチーマンをチーして勝又テンパイ、リャンピン、オナテン、リャンピン対決、あれ、あ、違った。さあただ勝又さんドラドラ見せてるんで他の選手からしたら簡単には打ちたくない。まあ、中田さんもいいシャンテン、はい、ここはリャンゾーの方、リャンウピンは瀬戸熊さんが切ったらダンプさんが頭ね、中田さんが切ったら、勝又さんが頭跳ね。リーチ行く方が迷ってる感じですか。リーチかなりありますね。行きましたね、からイーソー切ってリーチと行きました。はい、勝又さんがドラドラの仕掛けしててそこに対してリャンピンがめちゃくちゃ危険なんで、はい、瀬戸熊さん中田さんがリャンピン止めちゃう可能性が大いに上がったので
だったらリーチの方がいいと、うん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 、さっきまではダマとリーチの上がり率の差がめちゃくちゃ大きかったんで闇転してたんですけど、はい、もうその差が減ったと、闇転でもリーチしててもそこまで上がり率の差がないならリーチ優位という判断でしたね、うん、なるほど。リャンピン対決どうなるか、手牌でリャンピンが2枚使われて、ウーピンが2枚使われてる、どっちも1枚ずつ切れている。山にですか、はい、1枚ずつですか、どこに行くか次第。瀬戸熊さんさ、イーシャンテン粘るかどうか、パーは切りやすいですね。ダンプさんのチリワンが早くて勝間さん現物、はい、パーマン切っていく、イーシャンテン続行。あとは展開でしたが一旦外したんですね。勝間さんドラ切ったんですね、ウーマン勝負していった。そうですね、まあもう手牌自分でドラさんですからね、勝負手ですよ ね、 すね、相手親とはいえ。これはリーチして同じ町とこちらは見えてますけどね、ダンプも嫌ですよね。嫌ですよね。スーソー中筋になった、スーソーの方、このスーソー泣くとテンパイが入る、泣いて、うん、パーピンですね、親の現物。中田も仕掛けを入れました、三層換算装置。ペーは1枚切れ、これは切る。おお積もった、これ配定ですね。配定です、年品積も配定ドラドラ6000オール、いやめちゃくちゃ大きいですね。これは途中でリーチに切り替えた判断見事でしたね。勝間さんのウーアンプッシュもかなりあの読みが入ってましたね。最終手出しイーソーを見て空切りもしくは関連牌なんですけど、はい、関連牌だとしたら三層となんかのシャンポンもしくはみたいな、三層が縦っぽかった、だからウーアンが通る確率は若干上がってる。なるほど。で空切りっぽさもあって、空切りだとしたらリャンウーアンとかだったら即リーチいってるだろうと、うんうんうん、っていう読みもありましたね。自身の手配価値高いのも加えて読みで普段よりちょっとだけ押しやすい、酸素を切るか水素を切るかっていうのはちょっと、そうですね、なところもありましたか。はい、さあ6000オールと大きな上がりを決めたダンプの親番が続きます。トン一局一本場、ドラはローピンです。ウーピンがアンコになってシャーを取り落とし、はい、さらに畳みかけたいところですよね、ダンプさんとしては。さあドラドラは瀬戸熊です。ここも勝負手ですね。中田さんはちょっと時間がかかりそう。勝間さん進んだ、進んだ。パーマンがあんこに乗って進みました。できればなんかリャンソーとかパーソーみたいな牌が縦に重なって、うん、タンヤオに変化すると嬉しい。あ、これは嬉しい。数枚引きました。ヤンワンが1枚切れなのがちょっと気になるんで闇転ですね、はい、順目が早いんでまだ待つ余裕がある、うん、手代わりを。さあ勝又も進んだ。マンズで一目つ完成。さあ変化させたいですね、ダンプさんとしては。そうですね、シャンポン変化でも嬉しいですからね、相方自敗なんで。赤赤になったのは勝又です。はい、ドラも1枚あるんでこれで仕掛けて満貫と勝又さんは、はい、いやさらに感知 EP のテンパイも取りそうですね。サブローソー1枚ずつ切れてて、リャンソーウーソーのポンとかもしそうですね。ちょっとしたくはないんですけど、ダンプ2人になってますね。あ、テンパイテンパイテンパイ、本当だ、ダンプさんが2人いるこれはテンパイ取って闇転、闇転になりますか。そうですね、感知ピンの闇転が入りました。勝又です。ソーズの馬強が良くてこれパーピンローピン切りまであるかって考えたんですけど、はい、まあテンパイ取りましたね。これはでもいろいろ切ってますね。あ、ここでパーソーの方を切ってリーチといきました。町はリャンマン、うん、もう結構順名立ってきてみんな中ちゃんぱい切ってきて、はい、手が進んできてそうだったんでもう待ってる余裕なくなってきたと、うん、これでどうする。どっちも通ってない、追っかけるかどうかだけど、そう闇転ですね。できました。次にスーピンウーピン切った時に現物になったパーピンを切って、うおー一発も、一発も親のダンプ一発もしました。リーチ一発も赤、ドラドラは乗りませんでした。4000は4100オールの積も上がり。
いやこれはめちゃくちゃ嬉しい。やっぱさっきもそうですけど、リーチの判断良かったですね、はい、これ闇点だったらツも赤で1000オールですもんね。全然違う。さっきから勝又 VS ダンプの、そうですね、ですよね。いずれも親番のダンプが上がりを決めています。本一局2本場となりました。ドラはイーマン、もう嬉しい、リャンマン引きました。ドラメンツ完成。トンガといつはなかったです。まだテロップがダンプさん2人いますね。そうですね、ちょっと変えていただきましょう。直し中。68回戦ダンプが2人になっております。シャーチャーが勝ちまった、治りましたね。はい、中田さんはトンをポンするかどうかという判断ですね。ちょっと一回上がりたいですよね。はい、まあ、形も十分と、はい、ただ泣くと安全牌不足に陥る可能性があるっていうとこだけが懸念点なんですよね。こちらです。まあ相手進んだし、これでポンですか。トンははい、両面両面になりました。チートイツイシャンテですね、勝又さん。あ、これで瀬戸熊も赤赤ドラで形が進みました、うん、さあ天敗一旦やめて、チートイツ天敗ですね。勝又、はい、急走待ち、いい待ちを探したいですね。はい、一枚切れです。今んとこ一枚切れ自敗は白と発、白発は余裕でリーチ、ドラの E1 もリーチしそうって感じですね。それ以外の牌は、まあ、まだ検討中。うわ嬉しい、ペンちゃん引きました。トンからトンポンするのか、しましたね。トンを中田がポンしてイシャンペン、スチームアッパーソーです。急走待ちの勝又です。チートイツ、まあ、ひょっこり急走そのまま上がるも嬉しいですからね、うん、これでパーソー2枚見えて、ちょっと急走良さそうにも見えてきましたが、どうでしょう。さあ中田がチーマン持ちしてテンパイ割れました。町はウーパーソー、まだリーチしない。はい、まあ急走1枚切れで、あの闇点だとめちゃくちゃ出そうなんですけど、うん、リーチすると普通に相手からしたら危険牌の一つになってしまうので、はい、あの打点上昇分とその上がり率の減少が見合ってないと、うん、なんで急走短期ではリーチいかなそうですね。今のリャンピンでリーチ行くはあったんですけど、はい、ちょっとリャンピンダンプさんと中田さんが何枚持ってるか分かんないので、うん、ちょっと不正確と、だったら急走闇天の方がいいという判断でした。テンパイを入れてるのは中田勝又、あ、何はあんこのになった、はい、はい、さあ戦いたい瀬戸熊ですね。シャアの統一落としで面単品になったらドラのイーマン勝負で行こうっていう構えですか。そうですね、完全に回ってるっていうわけではなさそうですかね。まあある程度自身の手配価値がある。どうする、ただウーワン仕掛けで1枚使われてる、はい、そのまま切っていきました。うん、勝又さん今1枚切れの自配とか今ないんで、はい、川状況的にちょっとなんか欲しい手配変化がだいぶなくなっちゃったんで、このまま急走を闇点が続行されそうですかね。はい、あー地獄短はしな い, しない。ここ地獄短期いかないのであればもうドラ引きぐらいしか多分変わらなそうですね。うん、そうか、勝又も赤馬を切って中田が仕掛けて、ちょっと瀬戸熊も赤赤ですけど、うん、間に合わなそうだなっていう感じはしますよね、かなり。あ、ドラが重なってまたさらに行きたくはなってきたが、サブローマンどっちか起きる感じになりますね。まあ、勝又さんに対してサブローワンは当たらなそう、中田さんの仕掛けがサブローワン、それもまあまあ当たらなそうではあるが、現物のパーピン、はい、間に合わなすぎるっていう判断ですね。あ、積もりました。中田が積も上がりました。トン300、500は400、600の積も上がりとなります。あ、日本場ですね、うん、300、500は200、700の上がりとなります。さあこの一上がりでここから親番どうなるかですよね。はい、トンの2局となりました。今上がった中田の親番です。ドラは何、良さそう、かなり良さそう。カウピンがあって、うわドラドラ、あドラドラ、何が2枚、めちゃくちゃいい。チーピン
変換チーピン。うわこれですよ。これですね。はい。ただ、中田もいいぞ。そして、なんちゃでドラドラ、ペイが重なって、さらに良くなった。いや、この急走統一落とし、僕は結構好きですね。後々の打点上昇がかなりある、うん、このままリーチのみとかなるのがちょっと手配価値的にそこまで見合ってないというか嬉しくない、はい、ので思い切って急走急走これいいですね。あこれ嬉しい。はい、キャンピングも買いたい。そう、先に落とすことでこういうローソーとかを温かく迎えることができるっていうのが非常にいいんですよね。温かく、はい、迎えました。迎えました。この流派を親番の中田がポンして転売、リャンピンとチーマン、そして勝俣がこの老僧をチー、白南バックですね。そうですね、ダブルバック、うん、あまりにも早い展開ですね。親は転売してるし、ですね、勝俣さんもいいシャンテンだし、リャンマンチーマンは勝俣の手に1枚ずつ内蔵されている。他は使われてないので2枚まだありますか。ただターチャも一応使えない形ではないですかね。ダンプさん、瀬戸熊さん自身の手がそこそこまだ価値が残ってる、まあ、特に瀬戸熊さんは、はい、なんで余計難しいですねこの状況。結構異常ですよ勝間さんの両面チームも早すぎますからね。いくら親が仕掛けた後とはいえ、うん、よっぽど早いか打点があるかのどっちかなんで、はい、それをしっかり精査しなきゃいけない。の何アンコもパターンもね、全然あります、ね、はい。そう、なんちゃがね、あの両面チーというのが嫌なんですよね、はい、ダンプさんはもう見合ってないと判断しました、まあ、ドラが1枚持ってるというのも加えて、はい、瀬戸熊は行きたい、行きたいですね。ただ瀬戸熊さん打点が9ピンいっちゃったことでなくなっちゃったんで、どっかでやめるはありますね、はい、ウーマン持ち、これで何パクシャンポン、どうするかですよこれ。リャンワンがかなり薄くなった。そうですね、リャンワンが特にリャンワンが3切れなんで、とりあえず数ワン4枚見えてるからまず3ワンと、ダンプも3ワンを合わせていきます。いや、ダンプさんはもう危険を早く察知してもう早めに降りた。やっぱ守備力高いですよね、はい、展望守ってるのもありますしね。が2枚山で何も1枚ある、3枚もあるんですか。ありますね、十分すぎる。一方中田の両ピンチーマンも2枚、両ピンがなくて、うん、チーマンがないか、失礼しました、チーマン2枚ですか。チーマン2枚、チーマン2枚も十分ですね。あ、じゃあチーマン1枚ですね。勝間さんが仕掛けで使ってますね。失礼しました、1対3、1対3か。いや勝間さん大チャンス。中田どうですかね、ドラはさすがにですかね、どうでしょう。あ、ナンがなくなった、なくなった、これでハク。いや、中田さんもしドラ引いてたらって考えると結構難しいですね。なんか結構中田さんのタイプ的には今日のなんていうんですか、この出来の悪さでちょっとドラは切れないってなりそうな気がしますね。まあ、だってこんだけテンパイしてこんだけ上がれなくて掴んだのがドラ相当嫌ですよね。ね、そしてこの勝間さんの両面両面チー、いや勝間さんこれ両面1個仕掛けてもう1個両面チーで、うん、やっぱり速度というよりは打点だったっぽいんで、うんうん、かなりドラですね。でドラがあんこか統一かの精査をしなきゃいけなくて、最終今テンパイしてるとして想図がほぼ通ってて、マンズもウーマン3枚見えてて、想図マンズが結構通りそうなんですよ、はい。リャンピンか一数ピンかこういうバック系、リャンピンだった。ここは親の中田の上がりとなりました。リューハーか2900の上がりとなります。いや大きい、うん、そうですね。勝間さんの町はリャンピン一数ピンもしくはこういう自敗シャンポンが本命だったんで、やっぱドラは持ってきてたら多分降りてそうでしたね。中田の親番が続きます。トンの2曲ドラはイーマンです。いや中田さん、なんとかつなぎましたね。つなぎましたね。かなり不利でしたけど、はい、最初にテンパイしたのに不利になるっていう、うん、しかしそこからなんとか上がりもぎ取ったんで、さらに上がり続けたいですね。やっぱ
ちらも両ピン、うんピン、どちらも見えてないってなると、うん、両ピンの方を、そうですね、ありますもんね。はい。ダンプいいですよ。赤ウピン引いたの嬉しい。メンツ完成。そう、親番の中田はこいつが1、2、3、4組。ダンプさんとしては打点になれば嬉しいけど、まあ、仕掛けての単野赤で流すも全然嬉しいんで、こういうなんかどっちにも対応できる手はこういうトップ目としてはかなり嬉しいですよね。かなり扱いやすい手配っていう感じがします。67回戦、開始前はダンプトータルポイントマイナス 36.5 ポイントでしたが、このこれがもしこのままねいくとプラスに、そうですね、特にトップだったらもうプラス 4,50 ぐらいまでいけるんで、はい、かなり大きいですね、うん、おっとチートイツいいシャンテンになりました。親番の中田です。今のところ保留ですかね、チートイツとメンツでの天秤にかけそう。ただ若干チートイツに寄りそうな気はします。そうですね、単葉チートイツって難しいですよね。まあそうですね、また単野の違反も嬉しいですね。うん、とこれで換算層を引き入れてカンパーピンのダーツを払っていきます。瀬戸熊です。マンズの方が良さそうっていう判断ですね、はい、あとはなんかごちゃごちゃ引いて単野に変化するパターンもあると、うん、これであんこが2つできましたよ勝又。うん、イーソーが3枚切れで相図の縦重なりでリャンベニーチが一番嬉しいんでイーソー切りましたね、うん、なんか最終形関連層リーチ打つ気あるならウーソ切りとかもあったんですけど、はい、次の手ですね、それよりも縦重なりのが嬉しいんでこうしました、まあ、こういったね上に変化するもありますし、はい、天敗闇天とします。いやー闇天硬いですね、これ結構リーチありましたね、打点的にもそうだしマンズの上がちらほら切れてるのもちょっと追加要素ではあるけど、まあ単純に打点で、はい、ただここは手がありまった。ここになった、これで仕掛けるのありそうですかね。そうですね、中田さん仕掛けウッパーピン数万リャンソー数万ポン、うん、全然出てないんでトイトイいけますね、はい、数万をポンしてトイトイのいいシャンテン、単用トイトイのいいシャンテン、いやこれ瀬戸熊さん手代わり減ったんでこのタイミングでリーチ割りますね。うん、さあドラを持ってきて勝又が考えます。いやトイトイっぽくねって今思ってますね、それで今考えてます、どんぐらいトイトイか。いややめるんですよ、これトイトイ見えてますね完全に。なるほど、ここは闇天続行、ダンプもいいシャンテンなんですよね、両面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 、そうですね、んあそこ両面両面、そうですね、あ、イーマン重ねて勝又がリーチできました。街はウーパーピン、おっとここでひょっこり積もったのは瀬戸熊です。積も赤市500戦は600、1100のつも上がりになりました。うん、いろいろ起きましたね、いろいろ起きましたね。そうか、勝松さんあれなんですね、3万個あったから自身の手で使えたんですね、ドラの岩、うんうん、なるほど、それが大きかったですね。嬉しい、今を重ねて、はい、相当嬉しい天敗だったけど、うん、闇手にした瀬戸熊さんがしっかり上がりきると。いや勝松ちょっとこの難局が打点のある天敗入れとてはいるものの実ってないですからね、あと一歩のところで、はい、ちょっとこの親番で上がりたい。シャーチャでシャー統一、リューハ統一はダンプです。中田はハクガ統一、こちら親番の勝又はドラが1枚、ドラ面ですね、赤が完成しての瀬戸熊、めちゃくちゃ瀬戸熊がいい、いいですね瀬戸熊さん、うん、点数状況微妙、ロー装置するかどうかが非常に難しい、したくないですね、できれば面前で、そうなんですよ、面前で行きたいけど泣けば大体上がれそうな3900、うん、泣くよりですか阿久津さんは。僕はもう泣いちゃいますね、うん、これもなんか67回戦にもあったんですけど泣きたくないけどみたいな感じですね、しぶしぶ心から老僧が欲しい瀬戸熊の手配、はい、自力で引きたいです、はい、なんとしても勝又さんもあとはドラくっつき、さあハクを仕掛けたのは中田です。この形
一数ピンが薄いのでちょっと時間はかかりそうですね、中田さん。うん、そうですね。ただ一数ピンが薄いからこそトイトイ変化とかは嬉しいですね。2ピン3ピンポンあるでしょう。あ、ドラさあどこを払ってるか。ピンズどっちか切りそうですね。ただマンズキルもあるか。3ピン3ピンの方、まあ、シンプルに形でって感じですね。はい、ピンズがあまりにもいいと見て9番9番もありましたね。うん、あ、これ難しい。一旦急走もありますか。ローソーが1枚切れか。いやこれ難しいですね。どうするか。いや急走切りそうだな、瀬戸子さん。リャンマン切った。リャンマンの方カンパーソのダイレクトを残しつつ。なるほど。ちょっと急走切るともう1枚マンズ引く前提になっちゃうんですよね。ローソーが薄い分、ダイレクトローソー引きが薄い分、やっぱマンズもう1枚引かなきゃってなっちゃうんで、両方取れる形にした。なるほど。まあ、なんか裏目のサブローソー引いてもその後の形がいいんで、はい、またテンパイし直すでしょっていう柔軟な手組みですね。うん、ダンプさんはもう本一チート打つ。そうですね、速度的にポンしても間に合わなそうなんで、本一チート打つ1本ぐらいの感じですね。うん、なるほど。じゃあシャアは1枚切れてますもんね。はい、こっちも1枚切れてれば泣かない可能性も。ああ嬉しい。うん、一数チーピンめちゃくちゃ薄いんですよね。なるほど、シャンポンにしました。はい、両ピンの方が圧倒的に良さそうという判断ですね。はい、3ピンが3枚見えましたね。まあ、ダンプさんはもう一応チートイツの形はギリギリまで残しつつ、ほぼもうなんか危険な牌は切らないみたいな進行。はい、勝俣さんが追いついてきた。うん、瀬戸駒なかなか有効牌が引けません。そうなんですよね、形はめちゃくちゃいいんですけどね。どっち切るか。いやこれ、うん、どっちもある。ただ3ワンリャンマン切ってて振り手になっちゃうマンズの伸びで可能性が高いんで、つもぎりましたね。スーマを落ちたのは、親番の勝俣です。3走から、うん、急走先に切って単位を確定させるか。あ、あこれは出る。これは中田の上がりとなります。白ドラ1、2000点の上がりとなります。68回戦、乱入いたしました。あ、まだ飛んだ。はい、まだトンの4曲でした。トンの4曲、瀬戸熊の親番となります。ドラはローソー、ユーハとチュンガ、統一は親番の瀬戸熊です。楽しみな手ですね。うん、ああいうハイパイってぜひとももう一種類欲しくなっちゃいますよね。いやもう欲しいですよ、めちゃくちゃ欲しい。とりあえず本一いきますか。そうですね、はい、嬉しいローピンを引きました。さあ、アウピンがあるのは中田です。でも中田 も、はい、もあんまり 手材料的には入ってないじゃないですか。そうですね、それでもやっぱりああやって仕掛けて、はい、上がりをつないでっていうところはやっぱりさすがだなって思いますね。そうなんですよ、今そのおかげで2着目じゃないですか。うん、これ全然今ラス目にいても不思議じゃない手材料なん で、ね、これはやっぱこの立ち回りが中田さんの強みですよね。そうですよね。はい、さあ、ただ勝間さんとか瀬戸熊さんもそう簡単にやらせてるわけにもいかないんで。うん、さあ、流放ポンしたのは親番の瀬戸熊です。まだ白は温存。はい、白しかも誰も持ってないですよね。持ってないですね。重なる可能性は全然ある。ありますよ、チュンもないし。チュンも持ってないから、チュンがあんこになって白が重なってポンできたら、はい、完成です。ただ勝間さん手良くて中田さんもポン点。白に見えた。僕も一瞬見えました。はい、中田さんポンテン聞く形でポンテンは取りそう。いや、これはダンプが欲しいトンですね。今中田が持ってきたのは、あ、リュウハ泣いてるやつでした。失礼しました。あ、これちょっと目立っちゃうかな。うん、うん、ちょっとイーピン切るかと考えましたね。あ、なるほど、ぼかし。はい、さあ、このウーマンを中田がポン。赤だとテンパイです、ね、そうなんですよ。赤だと満貫打点アップ。はい、赤ウーマンは本当にめちゃくちゃ嬉しいポン材だったんですよ。それ泣けたんでかなり嬉しい。この両ピンを瀬戸熊がポン。これ白短期までありますか。ありますね。ありますよね。ただ第三ゲームはなくなりましたね、これで。そうですよね、うん、うんうん、
さあ勝間さんはウーアンポンが入ってるんで、はい、ちょっとローアンのくっつきの価値が下がっている状況でどう進めていくかと。まあ、ダンプさんはもうあの高い手には補充しないようにしつつ、あ、これポンだ、ポンだ、どっちに受ける。いやでも初チュン泣いてるから白切りたいな。これは角地さんは白だそうですけど、あ、切らない。ここはマさんは白で待つ。取りに行った。誰か切れんのか、俺に白をってことですか。はい、まあ、白切ることで他の人がやりやすくなっちゃう、白切れるようになっちゃうっていうのも、うん、確かにそうなんですよね。意地みたいなはいありますよね。いや、これどっちになるか。目を…うわぁ思った薬薬本一小三元6000オールオツも上がりました。いや、僕だったら悲しいことになってますよ。ハクハクって並んでますよ悲しいですね。相当悲しいことになってました、ね、いや、これは見事。いや、大きな上がりが決まりました。瀬戸熊です。親番が続きます。虎がパーマン。さあ、本を重ねたのはダンプ。こちらはなかった。めちゃくちゃいい。勝間って結構めちゃくちゃいいんですよね。そう、ただ上がりまでがね、結びつかないっていう厳しい展開。一番こう、なんかモヤモヤする。そうなんですよね。いや、でも瀬戸熊さんもかなりもうトップが見える位置まで来た。うわ、めっちゃいい。来た来た。瀬戸熊もツモ効いてますよ。はい、ドンプもいい。これはざわつくかもしれない。中田さんも白が重なって戦える手になった。さあ、ドンズが始めまして、3層とウーワンどっちのくっつきを残すかぐらいの感覚ですね。まあ、ただ3層は一応数層ロー装引きの時に転廃するんで、まあくっつきの中でも優秀と。はい、ダンプさん、トイトイつけば嬉しいですけど、つかなくても上がる価値が高い。やっぱり現状ライバルの瀬戸熊さんの親なんで、はい、そこを流すだけでも大きい。タイム入っちゃいますからね。いや、もう入りかねないですよ本当に。さあ、中田が白をポン。本一見たいって感じですね。はい、形はちょっと厳しいですけどね。うん、なんで妥協のルートも全然ありますね、うんうん、中田さんは。まあ、ダンプさん、これでマンズが変化したことで、まあ、トイトイよりはもう上がって親流すがメインになりそうですね。もちろんトイトイ変化したトイトイなんですけど。れれ、あー、きたー。6、7、8がついたらもう打点もついてくる。はい、もう打点十分すぎる。もうすぐ来ますよ。すぐ来ますね。はい、9ピン握れか。勝間さんも形良くなった、うん、良くなった、広くなった。なんだ、酸素はもうさっき入りました。いや、もう親がすぐそこまで来てる。来てます、怖いです。いや、中田さん間に合わなそう、おやりまでに。勝俣さんは十分な手。いい、そつもぎり。あ、それももう大丈夫です。パーマン59ピンの医者って、あ、5ピンが重なってダンプ。これで縦、縦で、ただね、トイトイまでやってる余裕ないんですよね。ポンポンしてく余裕は、はい、まあポンはするんですけど、トイトイ決め打ちとかはしなそう。いや、これはリャンピンピン。はい、まあでも仕掛けても、そっか、瀬戸熊さんのリャンワン現物があんこだから、ダンプさんは仕掛けやすいですね相当。なるほど、親に対する受け駒があるから仕掛けがしやすいと。はい、違う。いや、早く転廃したいですよね、これは。さあ、これは酸素つもぎる、まあ、かなりトイトイというか縦に寄せてますね。まあ、チートイツのイーシャンテンでもありますしね、うんうん、そうですね。なんだ、あー、来たー。引いてしまった、ドロー引いてしまった。高め三色ローキューピン待ちですね。数えちゃおう。ローピンは1枚、あと1枚。高めのローピンがあと1枚、キューピンも1枚かな。高め休み1枚ずつ。いや、恐ろしいですよこれ。トルネードが出るのか。高め積もって、高めのローピン積もって裏で8000オール。キャー。さあ、中田は果敢に攻める。ローソは中筋と、うんうん、9万チー、いいシャンテンです。おお、切ってきますね。みんな攻めますね。そうですね、勝間さん、あ、自身が赤ですからね。 あれあれあれ、スーアンコありますね。ありますよね。はい、これはスーアン、中田さんに当たっても嬉しい。
もはやダンプさんからしたら。で、瀬戸熊さんの現物と切りやすい数ワン。いや、これは厳しいでしょって思ってますね。思ってますね。そうですね、ワンチャンスでも何でもない。いや、もう赤全部持って、まだ一旦ローソー、そうですね、一旦ローソー切って、そうですね、イーシャンテンにして、うんうん、イーシャンテンにしてというか、イーシャンテン維持してスピン中筋、これは切りやすい、通ってますね、現物。お、テンパイ。チーワンは筋、まあ、チーワンは切りそうですね。まあ、ただカンチーワン普通にドラがパワーだから全然当たりうるんですけど、まあ見合うか、見合いそうですね。ウーワン1枚切れでも考えてる、どんぐらいカンチーワンに当たるかを考えてる。うわ、切らない。あ、ウーワンの方がいいという判断。実際入り目ですけどね。はい。あ、この6万は中田への当たり、はい。ただそっちまって切ってないの、切ってないですね、勝俣。なのでフリテンパーツではない。三層は筋、イーソーはワンチャンス、ウーピンの方にした。ウーピンは中筋で、そっちの方が安全ルート。もう順目が深いんで、さすがに安全ルートの方がいいという判断。ションパイか。え、なんだこのチョン、誰も持ってないチョンだ。一枚切れですね、勝又さんが来てる。アップアップ、残球に打点アップです。まだローピンいますよね。いますね。いや、まだありますよ、トルネードが。トルネードありますよ。中田さんとしてはね、阻止したい。ただ薄いな、6球は。いや、勝又さん転敗しない、ずっとインシャンテンなのに序盤から。ドラは通ります。あとツモ1回。え、これ瀬戸熊さん敗定だ。敗定ツモ、ローピンは8000オール無条件で。いや、これ8000オールある。うわ、8000オールある。怖い怖い怖い。ありそう。なかった。引き分けでした。親番の瀬戸熊、中田2人転敗で流局となります。宮間、いや、これ開けられた手牌見て、各社うわ、ほんと危なかったなという感じですよね。確実にローピンはトルネード、はい、ましたからね。8000オール、背底8000オールでかすぎましたね。うわ、またいい。うわ、またいい。白鳥と一でドラはパーソーです。いや、一気に染めていった。ソーズいった。なんとはこの形、悪くない。またマンズが多め、かつまたピンズ多め、そしてピンズを引いた。でも何も重なって、もう数ピン3ピン切るかどうか。いかない。ぼかしプラス、まあ、ある程度まっすぐに進めても打点がついてくるパターンもある。タックを抱きましたね。これで数ピン3ピン切るか。ペイもある。ペイいった。ペイいった、うん、で、想像がくっついたらですね。もう嫌ですね、迫力がもうこの時点で。さあ、この時点でどっちを選ぶか。ここで数ピン来ましたね、うん、これでドラくっつきか、ドラがこドラとか小さにくっつくか、ダブトン重なるかみたいな感じですよね。はい、イーソーペイが効いてくる可能性ありますね。いやー、はい、お返してきましたよ。ただ瀬戸熊さんってこういう親番連チャン中って、ちょっと待って、初切った。勝間田さん、まあ、白鳥初全部統一だったら数ワンからの切り出しがおかしくないかと。なんかペイとかイーソーが先になって、もうちょい上がりやすい形取るんじゃないかっていう判断と、単純に自分の手配価値が高すぎて初勝負見合うっていう判断ですね。だとしても怖いですよ。まあ、あと勝間さん今ラス目なんで、はい、もう失うものがないですからね。あ、なるほど、はい。まあ、4万8000点失うのは結構失うものあるんですけど、はい、これがトップ目とかだったらこの順目でもやめるあったんですけど、はい、ダンプさんもここが勝負どころと、自身の手めちゃくちゃいいし、ますけどね、ドラ受けよりも。そうです、そうです。ヤンマンパーマンポンしてさばく方がいいってことですか。はい、トイトイになる。いや、これ見事な判断。これカンチーソー残してたらかなりきつかったですね。そうですね、はい、ドラ表示牌を瀬戸熊が重ねたところです。まあ、瀬戸熊さんが総勢染まりきってるかどうかわかんないけど、総勢が多いのはほぼ間違いない、うん、マンズとピンズ真ん中から切ってるんで。いや、これどうするんです、まあ、とりあえず数万は切りますけど、はい。あ、でも何もちもちなのか、中間するのかな、そのまま切った、うん、
これはぶつかりますね。リャンマンパーマン早く切ってってダンプは持ってますよね。いやもうそうですよ本当に、うん、結構もう状況が異常、まあ、ここまで真ん中切るとソーズっぽくなってきましたね。勝間さんも急走地位の危険性とか言ってられないと。どの切って目いっぱい、うん、うわみんな攻める攻める、トン切ってますけどね。これを見て中田はもう嫌ですよね。いやいった、そうですね、自身の手が本一まで来ましたから。小さく切った。ダンプさんも形も、いやもう行ってますよ、もうこれは完全に。みんな攻めています。ただもう、宝珠はもう覚悟してますよ、これは。なるほど。ピンズの両目落としてて、瀬戸熊さんって連チャン中結構手なりで組むんで、うんうん、その瀬戸熊さんが両面落とししてて、そんな通り本一なわけないんですよ。はい。あ、この数層ポンできた。瀬戸熊天杯老朽層待ち。うわこれ約約本一ドライチですね。いや6球層チーしてないっていうのはありますね、まあ、その時チーできなかったんで、うんうん、なんで他から打たれる可能性十分にある。ただちょっと薄い5枚見え、5枚切れてる。5場に5枚リアンソー磯は切れる。手に1枚、あでもあと2枚。ただチーしてないとはいえ他の待ち候補がなさすぎるか。677ウッパー層否定入ってウッパー層か6級層かぐらいの感じか。リャンピンを勝又仕掛けましたよ。これは本一へ向かう天杯サブローピン待ちですね。あっとあっとあっとサブローピン待ちですよ。勝又の上がり止まった。本一ドライチ3900は2本場ですか、4500の上がりとなります。いやー勝又さん見事ですね。ソーズガンガン切っていって、最後6球層止まったかどうかは勝間さん結構見たかったですけど ね、 そうですね。なんかウッパー層は止まりそうだけど6球層は押してもおかしくないぐらいの感じに見えました。どうだったかって感じですけど先に上がれたと。いやすごいすごい曲でしたね。はい、はい、何にいたしました。何の一曲、ダンプの親番です。ドラは9層ダンプなんといつかな。なるほど、ダブナントイツ嬉しいですね。ただうわもう泣きたくないなこの手。リーチしたい。シャンポンリーチですか、どうでしょうね。七八九の3色もあるんですよね。もうだからもう大体どうなっても打点がつきそうみたいな手ですね。ダンプアマンスの一通が見える。はい、うわあめちゃくちゃ嬉しい。ハマの方にしましたね、うん、そうですね、もう3色なくなったんで、はいはい、パーワン切りました。もう何のあんことピンズに差しで2メンツできてるともう3色はできないということですね。何がいいかな、まあ、でも6球ピンリーチ打つのが一番打てたらいいですか。もう両面なら何でも嬉しいですね。チーピンが来てもいいな。チーピンはめちゃくちゃ嬉しいですね。ピンはこのかわーリーチいかない。まあ、闇点でも5200あるんで、はい、このまま出ても嬉しいし、さらに待ち変化期待と。なるほど。さあ、中田が闇点を、あっと、リャンピン出た。ここはそのまま上がりました。ダブナンドライチ、5200点の上がりとなります。まあ、あまりにも早すぎる5-2で、ダンプさんとしては痛いけど、うん、まあ、展望、今までリード作っておいたおかげで、まあ、まだ全然いいですよという範囲ですね。よくはないけど、いいぐらいの感じですね。中田さん、リャンソーから切ったんで打点見てますね。本一とかトイトイへの移行を見てます。いいシャンテン、ね、いやなんか全員早いですね今日、なんかぶつかる、はい、いや中田さん本一まで行きたい。これは本一を見ているのは中田です。いやこれは嬉しい。ダンプさんとしてはもう何二局まで来たんで、もう上がって局昇華の価値が非常に高い。もちろん打点見れるなら見たいんですけど、局昇華でも十分という状況ですね。ダンプの難は切ったら当然親の中田ポンするでしょう。そうですね。さあ瀬戸熊さん、これでマンズの伸びも見える、はい。まあ、中田さん、スーピンはドラ受けあるんで、ある程度引っ張ると。うんうん、まあ、赤ウピン引けば、染めるのと一緒の打点になるんで、そうですね、はい、
さあ勝又さんどうするか、まあ、三層がシンプル、いいピンを切った、かなり打点に寄せてる、まあ、あと想像の下伸びた時に想像の下は馬強がいいという判断ですね。ジャンプもツモが効いています。こちら勝又もさあ9万ポンから発信したのは中田です。まだ数ピン温存、はい、数ピン切るほどではないという形ですね。これで勝又形が良くなりました。いや、かなり想像に感触を得てますね、勝又さん。あ、これは嬉しい。マンズが広がった。瀬戸熊、両面両面のイーシャンテンに変化。ダンプさんは薬杯今何と吐く2種類持ってて、親に対してちょっと切るのが見合ってないので、うん、もう結構折り気味の進行になりそうですね。誰かが切ったら合わせていく感じになりますかね、はい、ただウーアにくっついた時が難しいですね。両面両面のイーシャンテンだったらどっちかは切りそう。うん、確かにこれですね。もうできればそう、誰かが切ってくれるのが一番いいんですよね。もしくは親が切るか。スーピン、これでマンズドジ牌になりました。はい、十分系前切れてる。わあ嬉しい。ドラさんになった瀬戸熊さん。ドラさんになった。これは瀬戸熊勝負に行くでしょう。最初打点ドラさんになったのは瀬戸熊です。わあ嬉しい。これはもう想図はこだわりたい。ローピンのくっつきがやや弱くなってる。チーピン2枚切れです、ね。いやただこれリャンワンがめちゃくちゃ弱いから E1 さんはありますね。そうですね。マンズをぶつけていきます。はい、中田さんがマンズでリャンワンが3枚見えで。もうリャンワの価値が著しく低いんで、うん、3ワインワンという判断でした。数ピン引いて引きましたがダンプ G を打ちません。はい、ハーピンの統一落としで回ります。一方チュンもぶつけていくのは勝又。またチュンは1枚切れ。これで目いっぱいするか。三層とウーピンはまだ残ってる。目いっぱいですね。あーでも中田さんトーンがないんですね。トーンがないんで、あ、2枚切れてましたね。失礼しました。なんとリャンカ、そうか、うん、瀬戸駒さん数ワン先切りもありましたが、その数ワンが間に合ってない可能性もあるんで、うん、この形にしましたね。これはリーチですね。うん、勝又がリーチといきました。町は数層、いやかなり最終形こだわりましたからね。想図がいいと見て、普通の人はこれ3層ないんで、はい、全然違う。多分天杯リャンワンにしかなってない。それを関数層にしたのは結構価値がある。うわ、ただ薄いリャンワンいるんかいってめっちゃ思ってる今なんでそっちが先なのよと。確かに払ったとこですもんね。はい、さあ3ピンが自身から3枚見えている。リャンピンはちょっと頑張りたい牌が、そうですね、3ピンワンチャンス。ただ切った後にマンズどうすんのって考えてますね。もうこれ数ワンとか2人に対して切れなくないっていう、とは言っても、とは言っても、はい、ね、マンガンですもんね。はい、さあウーマンチ今引けるか。その4は大丈夫。ただちょっとトンが握れで結構厳しいんで、はい、テンパイ勝負ぐらいにしたい。現物目がなくなってきました。瀬戸熊テンパイ入れることはできるのか。あ、これでトントンで、はい、数ピン使い切りつつテンパイ目指すと。入んない。いや、ずっといい形だったんですけどね、瀬戸熊さん。あとつも1回なんでテンパイできるかどうか。またが切ったウーマンチーはちょっと もったいなすぎますもんね。無理ですね、無理です。あー、買う嘘じゃない。違う、この嘘は瀬戸熊チーしました。そして何切るんだ。現物の3万ですね。3万、中田さんが2枚切るのトン統一落として多分大丈夫でしょうと。なるほど、降りてるなってことですか。はい、数層が流れましたよね、今ね。そうですね、はい、さあ勝又瀬戸熊2人天敗で入局となりました。いや、勝又さん3層残しからの手順かなり見事だったんですけどね。なぜか薄そうなリャンワン、実際薄いリャンワンが先にいるという。この薄層が中
あ、まあ最終積も番だったんで、そうですね、泣けなかったとしたら降りてたんで、報酬はなかったですね。さあ、三曲となりました。勝俣の親番です。ドラはトーン、ドラのトーンにちょっとばらけてますね。エアボンの勝俣にはない形。トーンにもなくて、ランプと、あ、トーン切った。はい、自身の手が単葉もしくは薬杯で上がりきれそうな形なんで、もうこれはさっさと切ってかわして目指すと。 なんかドラのトーン持ってるよりもそれなら安全牌持ってたいんですよ。もしくはこういう薬杯とか、トーンが一番自分の中でいらないんでトーン先切りましたね。最悪親の勝俣さんにポンされても勝俣さんのツモは全然耐えられるんで、勝俣さんラス目で全然それも問題ないという判断でした。100点持ちの勝俣です。ただ手は結構入っているので、なんでラス目なのか不思議なぐらいですよね。そうですよね。そしてものすごく戦ってますからね。はい、さあダンプさんはこれで単野を変化見つつという感じですね。はい、あ、まだ中田はまだトーン切りません。はい、トーン貸さないで打点がつけば2着まで見えると。完成です。はい、ピンゾペンチャン払っておくことでチートイツになるパターンも残せるということですね。はい、さあこれでダンプさんは3ピンチーや数ワンチーはしたいですね。まあ、ここは単ヤオでサクッと上がっていい局面。まあ、ただ免税転廃したら打点もあるのか。これで1通普通となると数ワンチーするかどうかですか。チーしそうですけどね。半リャンマンになるってことですか。はい、うん、どうなんでしょう。まあ親も仕掛けましたし、もう関数ワン、関数ワンじゃない、数ワンチーですね。あ、チーしましたね。はい、さあダンプが数万をチーして転敗リャンマン待ちです。リャンマン誰か置いてた。あ、瀬戸熊がリャンマン使えない形だ。本当だ、瀬戸熊さんのリャンマンが出そう。いや、勝俣さんもトイトイに変化したら出ますね、リャンマン。リャンマンになる。ここはダンプの上がりとなりました。1通赤、2000点の上がり、2000は2300点の上がりとなります。やっぱりこの最初のドラ切りもそうですし、この数ワンチーというやっぱトップ目の立ち回り、ダンプさんのうまさが出ましたよね。はい、いい判断でした。そうですね、はい。はい、ね、うわ、でもいいシャンテンだ、ダンプさん。わー、逃げ切りたい。ダンプは手がいいですよ。あ、でも勝俣さんもいい。あ、いいですね。あ、眩しい。もうガンガン行きたいですね、これは。いい、ね、うーわ自力で引いた、闇点。ダンプの一杯が入っております。こちら3万トッピン。いや、2巡目ですよ。そうですね、しかもダンプさんこれ変化もありますね。闇点継続したままの変化狙える非常にいい転配。あ、これで赤ウピンにくっついたといえばくっついた。そうですね、瀬戸熊さんペンチーソ部分はチーソがドロー表示牌なんで、まあ切るのも結構視野ですね。龍はどうしましょうか。いや、それなんですよ、そこなんですよね。そうなんですよね。泣きますよ。泣きません。2枚目出ますよ。2枚目どうするんだこれ。まだ出ませんね。いや、かなり難しいですよ。泣いて何切るのって話ですからね。そうですね。なんかリャンピン切るのはちょっとなんか微妙な気もするし、かといってポンして急走パーソーって果たして手配価値上がってるのかっていう話になってくるんですよ。だったら初をジャン頭にしたままリーチドラさんを目指す方が良くないっていう話になってきちゃうんで、うん、初2枚目スルーも全然あります。阿久津さんは泣かない感じですか。僕はね、これで泣くんですけど、 あ、これでドラ、はい、これで初泣きやすくなった。ポッパーテンパイ取りに行きますか。僕これ、あ、そうですね、テンパイ取るんですけど、
ウーピン引く前も初泣いてそうですね。うん、いやー、それは違うよ。来る順番が。いやまあこれは無理ですね。ウーピン引いたらパーソキュースを払うのが自然な手筋なんで。いいシャンテン。で、竜ハオポンして。チーピンかな。いや、チーピンか。勝又さんのが早いと見れば、勝又さんの現物のチーピン残すもありましたが、シンプルに全員に対してそこそこ通りやすい急走を残したと、はい。まあ、5800も十分な加点なんでここ上がりたいですよ。さあ、ドンプは、ま、街変わらないですね。変わらないですね。瀬戸熊さん、これウーワン残し、もしかして赤ウーワンの盾のために残した感じかな。ぽく見えますね。安全度そんな高くないんで。あ、なるほど。まあ、急走もどうせ危険なら一瞬の赤ワン引き見ようと。なるほど。ただこれでも安全度で中央残しました。はい、完全安全牌はさすがに残しますね。ダンプの町のウーピン3万は3万がない。ウーピンもない。ないないじゃない。ないんですか。困った。瀬戸熊天牌三郎総町、あんな2巡目で天牌したのに逆に追い込まれてる。もはやないですか。どうしましょう。マンズ変化はでも振り手になりそう。瀬戸熊さんと14200点差。宝珠は痛い。ただ積もられても痛いからある程度頑張りたい。うー、危ない。まあ中筋ですね。いい相当してるんで、ただ次降りる牌が何になるかって考えると、ソーズリャンソーサブロソーはかなり厳しい。簡単じゃないですね。3層がなくて、ロー層が2枚切れ、ロー層1枚しかないですね、うん、今のところ0対1。固まった天杯リーチいった。リースー層リャンゾー十分ですね。町はかなり。行きます。まあ、瀬戸熊さんとしてはハネマン補充しなければいいんで、掴んでしまった。ここは勝又流りとなります。面ピン一発赤、裏ドラは乗りませんでした。8000点の上がりとなります。これはダンプさん補充してもトップということで、はい、あの勝又さんにはむしろ振りたいぐらいの気持ちで切りましたね。はい、以上の上がりをもちまして68回戦が終了いたしました。トップからダンプ、2着に瀬戸熊、3着に中田、4着に勝又という並びで終了いたしました。はい、というわけで本日67回戦、はい、68回戦終わりましたけれど、はい、たくさんどうでしたか。いや、やっぱり67、68トップ取った勝又さんとダンプさん、やっぱり展望持ってからの、立ち回り非常に見事でしたね、はい、ダンプさんも今のイーソーノータイムで切れるのが非常に大きい。その自信の天敗もあるけど、うん、瀬戸熊さんに通って勝又さんには危険で、振っても自分トップということで、イーソー切った方がいいという判断、非常に早かったですよね。もうノータイムだったんで、もうイーソー持ってくる前に、あ、この状況はそういう状況だってもうすでに判断してましたね。いや、でも中田さん今日厳しかったですね。結構なんか手配なんか何ですかね、特に67回戦ですか、はい、なんか遅い手配ばっかり入って間に合わず他が良くてみたいな展開多かったですね。明らかにやっぱりちょっと本日中田にだけ手が入ってなかったか。でもその割に、うん、失点は抑えてたんじゃないかなという印象、ね、そうなんですよ。この68回戦も全然手材料的にはラスでおかしくない内容だったんで、はい、そこをねしっかり上がって展望持ってるというのは非常に大きいですよね、うん、やっぱり麻雀毎回手が入るわけじゃないんで、うん、手が入んない時もしっかり形にするという、やっぱり全員やっぱり強さがそれぞれの出てましたよね。はい、はいはい、成績表の方が出ました。はい、本日ちょっとマイナスしましたね。瀬戸熊がトータルポイント 51.6 ポイントです。ダンプが本日2着トップと 76.6 ポイント伸ばしましたか。トータルポイントが大きくプラスに転じましてプラス 40.1 ポイント。そして勝又はトップ4着となりまして少しプラスになりました。トータルポイントマイナス 68.5 ポイント。そして中田はきつかったですね、うん、4着3着82ポイントマイナスしてしまいました。トータルポイントが 74.6 ポイントとなりました。はい、
阿久津さん、今日解説ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは次回のフォーカス M69 回戦70回戦のお知らせをさせていただきます。次回は対戦メンバーは黒沢咲、魚谷優美、二階堂瑠美、菅原博恵以上の4名での対戦となります。実況は早川凛香、解説には友竹正春以上のメンバーでお送りいたしますので、こちらもどうぞお楽しみに。それでは本日ご視聴ありがとうございました。皆様ごきげんよう。